こんにちは、岡本直也です。金ちゃんと呼ばれてるんで、金ちゃんと会ったら呼んでください。僕は、今日から、今日の5時から、僕と他の3人、20代の、若者で、経済産業省前の正門で、ハンガーストライキをすることにしました。10日間、塩と水で過ごします。で、僕たちはその経産省前でハンスとして何を訴えたいかというと、福島原発の事故を受けて、もうこれから長い間の放射能がもう僕たちの世代に残されるようになってしまいました。もう今まで普通に暮らしてきて、空気を吸ったり食べ物を食べたり当たり前だったことがもう脅かされるようになってきました。で、若い世代にとっては原発というのは本当に負の遺産にしかならないっていうことを世間に大きく訴えていきたいと思っています。で、経済産業省には上関原発、新規立地計画の原発なんですけども、この、白紙撤回を求めて、ハンガーストライキ、そして再稼働、国民に対して何の説明もないままに営業運転を再稼働を始めようとしていることに対して、あと、福島の人たちや原発被災者のに対しての補償っていうのが、何もされていないまま、今まで進んできている。で、こういうことをちゃんと原発を進めてきた国としてちゃんとやってほしいっていうことで、そういう国であってほしいという若い世代の思いを広く大きく世間に訴えていきたいと思っています。で、このハンガーストライキは皆さん の賛同と共感があって初めて意味を持つものだと思っているので、今日から10日間やりますので、皆さんの応援よろしくお願いします。詳細はホームページ、将来を思うハンガーストライキで検索すると、僕たちの、情報、ハンストをしている状況などを発信しているので、そちらの方もぜひ見てください。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。